まずは肉を薄切りにして、多少分厚いとこがあっても気にしない。それから肉を漬け込んでる間に、こっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする。フライパンを熱してサラダ油をたらり。完成！いただきます。あっ、うん、なんだこれ、うめえ、うまい、あたい、こんなうまい肉